マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、白いセーラーカラーは翻らせないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立リリアンジュ学園、ここは乙女の園。修学旅行の直前、体育祭も無事に終わったある日の昼休み、ロサキネーシスであるお姉様のこの一言から始まった。そうそう、学園祭の劇の件だけど、今年は鳥かえばや物語をやります。鳥かえばや、そうつぶやいたのはロサフィティダンブートゥンの吉野さん。声を重ねたのはまだスールになって3ヶ月の2人、ロサギガンティアのシマコさんとそのプティスールのノリコちゃん。あって何？白原姉妹に質問を投げかけたのはロサフェティダのレイ様だった。何？ユミさん、この本読んだよね。ええ、お姉様に言われて。確かそっくりな姉と弟が入れ替わる話で。お気の毒だけど決まりでしょう。お姉様、そういうことだから覚悟を決めてね、ユミ。そういうことで一生合わせが行われることになった。リリアンの学園祭には毎年お隣の男子校花寺学院の生徒が手伝いに来てくれることになっている。その花寺では私そっくりの弟ユウキが生徒会長をやっていて。いいないいな、女役。ユキちったら羨ましい。女役じゃない、女装して姉と入れ替わる役だ。お待たせいたしました。これはやっぱり似ているわ。素晴らしい。すみません、遅れました。かなこちゃん、ほらどう？ゆみちゃん綺麗でしょう。この間違い探しにどんな意味があるのですか？
あのね、かなこちゃん、これはね、あの、花寺の皆さんは二人と会うのが初めてでしたよね。こちら1年生の松平東子ちゃんと細川かなこちゃん。幸子様の遠い親戚にあたる東子ちゃんと同じクラスのかなこちゃん。二人はバラファミリーではないけれど、時折やまゆり会のお手伝いに来てくれている。よろしくお願いします。さあ、あなたたちも着替えてきてちょうだい。はい。男の人が苦手なかなこちゃんは男子生徒を見るとちょっとピリピリする。花寺の学園祭を手伝った時、男の人のこと嫌いなの？嫌いです。最低の生き物です。かなこちゃんにだってお父さんいるでしょ？いません。あんな人父親じゃありません。でも由美様はいつまでも天使のような存在でいてください。汚い男になんかは見向きもせずに。それ以来かなこちゃんとは気まずくなった。はーい、視線こっちにください。それでも私は仲良くなりたくて学園祭を手伝ってもらう約束をしたのだけど。はい、オッケーです。そしてそんな心配も吹き飛ぶようなことを言い出したのはまたもお姉様だった。自分にしといて暑いな。この中でご自分のセリフを全て覚えてしまった方、そう、その方たちには申し訳ないのですけれど、頭に入ったセリフ全部忘れていただきます。サチコ、台本を変えるの？いいえ、台本はそのまま使うわ。よりいいアイデアが浮かんだの。男女の配役を全て入れ替えます。主役だけではなく全員が舞台上で二重の取り替え早になっているっていうのをやりたいの。女役ができるのね。どうか男優デビューです。確かに面白い舞台になるとは思うけどね。それだと主役のお二人が大変なのでは。ゆうきさん。はい。無理かしら。ええ。よかった。あのロサキネンシス、ユミ様にも確認を取らなくては。ユミなら大丈夫よ。お姉様できるわ。もちろんやります。取り替え早物語は平安時代に書かれたお話で、引っ込み思案の若君を女、活発な姫を男として宮中に仕官させるというストーリー。そのせいで周囲は騒動に巻き込まれるのだけれど、最後は姉と弟が立場を入れ替わってめでたしめでたしとなる。そうかそうか、これはめでたい。最小の姫にも中納言の姫にも無事に子が生まれたとは。シマコ、男役なんだからもっとキリッと。はい。秋光さん、友光さんは女役なんだから仁王立ちしないで女らしく。なるほど、男役と女役が入れ替わると確かに面白い。さすがお姉様。かなこちゃん、そこのセリフもう少し嬉しそうに言えないかしら。嬉しそうにですか？そう、笑顔で。いいわ、それで。私はなんて幸せ者なんだ。二人の妻に娘と息子が生まれた。愛しい子らはどちらも妻に似て美しい。まあ。そうかそうか、それはめでたい。もう一年になるね。ん？学園祭の夜って幸子様とスールになった記念日でしょ？おう。
何も考えてない。お二人にとっては特別な日ですもの。幸子様にうーんとおねだりして素敵な記念日にしたらいいわ。おねだり自体が高いハードルなんだけど、素敵な記念日って何？何をしてもらったら忘れられない一日になるんだろう。っていうのはどうだろう。そうね、はあ、私やりたくないです。劇には出たくありません。かなこちゃん、男子と芝居をするだけでも苦痛なのに男役だなんて。そんなに嫌だったの？ごめんね、気がつかなくて。手伝いに引き入れたのは私なのに。でもその上で私はかなこちゃんに劇に出てもらいたい。ゆみ様、今ここでかなこちゃんが辞めてしまうと私の中にも悔いが残るような気がするの。約束してくれたじゃない、学園祭を手伝うって。約束なんてしなければよかった。かなこちゃん、手伝います。ありがとう。一周年はもうすぐなのに、瞳子ちゃんにも問題が持ち上がっていた。瞳子ちゃんが演劇部の芝居を降板？ええ、ちょっと揉めたらしく。揉めたって？詳しくは。でも、やまゆり会の劇に出演することに関係がないとは言えないと思うんです。演劇部の稽古に支障が出たってこと？わかりません。このことバラ様たちには？まだです。すみません、漠然とした相談で。いいってば、知らせてくれてありがとう。バラの館はこれからでしょ？一緒に行こう。はい。あ、私ったらどうしてユミ様に？どうぞ。ありがとう。瞳子ちゃん、今日は演劇部の方じゃなかったっけ？あちらは順調に仕上がっているので臨時のお休みになって。あ、だから機嫌がいいんだ。そう見えます？順調とは羨ましいことね。お姉様、さあお茶を飲んだら私たちも稽古よ。演劇部には負けていられないことよ。あのように才気あふれ男らしい若君をぜひ当家の婿にお迎え申し上げたいものだ。機嫌がいいのはから元気か焼けっぱちのどっちかだと思うんだけど、でも瞳子ちゃんは間違いなく才能のある女優で、そしてとてつもなく嘘つきだ。お先に失礼します。お疲れ様でした。あ、お疲れ。ごきげんよう。あの、何？ユミ、実は瞳子ちゃんのことなんですが。そう、そのようなことがあったの。どうしたらいいでしょう。どうもこうも考える余地がある？それはどういう。瞳子ちゃんにとって大切なのはどちらだと思う？それはやっぱり演劇部ですよね。放っておいた方がいいんじゃないですか。誰にも相談なしで演劇部の芝居を降板してきたんでしょ。だったら自分で考えて自分で落とし前つけるのが筋ってもんです。吉野ちゃんの意見はある意味正しいけれど、まだ1年生なのにそこまで突き放してもいいものなのかしら。ロサギガンティアのご意見は？私も両立が不可能ならば瞳子ちゃんを演劇部にお返しするのがいいと思います。なんといっても正規の部員なのですし。そうだね。間違った道を選ばないように指導するのも先輩の役目ではあるけれど。というわけでユミ。はい。
東子ちゃんにはあなたからお言いなさい。え？山百合会の芝居を降りて演劇部の舞台に戻るように。私がですか？そうよ。わかりました。ユミ様、なぜ当選簿なんかしてるんですか？どういうことか聞きたくて。何がでしょう？部活はどうしたの？今日はお休みです。演劇部の活動スケジュールよ。今日は体育館で稽古するはずでしょ。私だけがお休みです。それでいいですか？よくないよ。部活に出ない日が続けばそれだけ戻りにくくなるんだよ。交番って噂を聞いたけど本当？ええ。なんでまた？別に、なんかつまんなくなっちゃっただけです。嘘つきね。嘘？東子ちゃんお芝居好きでしょ。演劇部がつまんなくなるなんてありえないよ。分かったような口聞かないでください。何があったの？別に、ただレベルが低いんです。ちょっとセリフを噛んだぐらいでここぞとばかりに攻撃してきて。まあ1年生で大きな役をもらったので僻まれるのも仕方ないんですけど。大きな役？私、若草物語のエイミーだったんです。あ、すごいじゃない。主役の一人だ。あ、見に行くからね、絶対。だったと過去形で言ったんですけど。私、ああ一人ネチネチしつこい先輩がいるんです。本番で完成していればいいんじゃないんですかって反論したら、稽古でできないものを本番でできるのかしらって。それでとうとう言ってしまったんです。だったらあなたがやれば。それでエイミーはその先輩が？わかりません。そのまま稽古場を飛び出してそれっきり顔を出してませんから。私、なんでユミ様にこんな話をしてるんだろう。東子ちゃん、あのね、ロサキネンシスたちは演劇部へ戻った方がいいって。私は必要ないってことですか？ううん、私はね、東子ちゃんが来てくれてすごく感謝しているの。でも演劇部に支障をきたすのならやっぱり問題だと思う。綺麗事なら聞きたくありません。私はユミ様のそういういい子ちゃんみたいなところを見ていると腹が立つんです。言葉を選ばず一言クビって言えばいいじゃないですか。確かにそうだけど、それじゃあ解決しないって今わかった。今から演劇部に行こう。私ついてってあげる。はあ？それでもう一度エイミー役をやらせてもらえるように頼んでみようよ。ダメだったらその時は通行に A とか B とかでも。そんな役はないです。例えばだよ。だって東子ちゃんを使わないなんてリリア演劇部にとって大きな損失だよ。今度は褒め殺しですか？なわけないじゃない。こうなったらこっちの劇にも出てもらうからね。あ、でもまずは演劇部の活動を優先ね。みんなに文句言わせないくらいいい演技をするのよ。あの、取り替え部屋の方はうちに来て練習すれば。ちょうど勇気もいるし。私なんかがお邪魔したらご迷惑でしょ。そんなことないよ。またそういう無防備な顔をする。わかりました、わかりましたから、この手を離してください。じゃあお宅にお邪魔する必要はありませんし、演劇部へも一人で行きます。そう？喧嘩して親に仲直りさせられる子供じゃありますし。だからついてこないでください。もう恥ずかしいじゃないですか。無理は禁物だよ。
愚痴を言いたくなったら私のところへ来る。いい？まったくあなたって子は。お姉様、ごめんなさい、勝手なことをして。やまゆり会の舞台は降りるようにって言うはずだったのに。まったくね。でも多分あなたは瞳子ちゃんのために一番いい選択をしたんだわ。自信はないんですけど。ダメよ、ユミさんがドーンと構えていなくちゃ瞳子ちゃんのやる気が失せるわよ。吉野の言う通りだよ。うん、それじゃ2階に行きましょうか。